くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん、俺いいよ、クロブスです。クソナギ強しです。それは違うでしょ。草薙剛ではない。コラボよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、くるちょもチャンネル、はい、新たな武器を導入いたしました。ガジェット好きな我々としては、はい、本当に日々欲しいものが溢れておりまして、本当にこの物欲というものは止まらないんですけれども、このくるちょもチャンネルをレベルアップさせるためにこちらを導入いたしました。シャオミの、はい、フィミパーム。シャオミフィミパーム、はい、ほう、なんぞやと、はい、まあ、決してもうエッチな衣装とかではないんですけれども、チャイナドレスメーカーみたいな。シャオミのフィミパーム、こちらはですね、ジンバル付きの、アクションカム的な、そういう最近流行ってる、そう、本当にもう手持ちの、はい、あの本当に小さいカメラ、うんうん、まあ、GoPro とか、うん、アクションカムとこう、まあ、ちょっと並んで、うんうん、こう世に出だした、はいはい、そもそも本体にジンバルがついてる、すごいよね。スマホにジンバルつけるともうやっぱ結構な大きさになりますからね。まあ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 ね、うん、それがねアイコスサイズですよ。ジンバルがこれに備わってるって異常ね、本当に。最近、うん、隣のトトロが地上波で再放送されてましたけれども、ああ見た。時代背景として1952年が有力説らしいんですね。はいはいはい。か今から68年前ですよ。電話見た、あれ。ああ、こういうやつね。こういうやつね。はいはい、68年でこんな進化する。この先68年後どうなっとるっちゅう話やね。ああすごいね。わしゃおらんけどな。わしゃもおらんけどな。まあ、今回ちょっとくるちょもチャンネル、うん、ニューギフを、ゲットしたということで、じゃあね今日早速もうこれ使って撮りに行きたいんですけど、はい、素敵なスポッツ、ないスポッツ、割と近所に東京拘置所っていうのがあって、東京拘置所っていうのがあって、一生行きたないとこ、そうね、まあ、悪いことした人が罪を償う場所というか、東京拘置所っていう場所に初めてちょっとその、フィミパームをですね連れて、どんな感じなのか歩いてみようじゃないかと。なるほど、行ってみましょう。はい、それでは、東京拘置所にレディーゴー行きましょうということで、はい、いやちょっと子供の声とかが飛び交う、いや意外に、うん、小学校があったり、なんかまあまあよくどこにでもあるような街なんですけど、いやそうなんや、写真撮影など禁止、ダメなんだ、うん、ダメだ、こっちに向けたらあかんってことね。ああ池田屋さん、あ、なんか買ってみます、買ってみる、はい、これいきなりこれ持って入ったらねあれなんで、すごいね、すごいね、なんか買う？買いましょう。出来上がってんだから。うん、出来上がり。あ、持って帰ります。うん、お宅で食べるの、ね、はい、200。はい。そう、出来上がってんだから。はい。はい、そこの不足部分だけを。アイスコアラのマッチ200円でございます。ちょっと待って、まあない。コアラのマッチ200円。やばい、なんかいきなりそれあなたが食べるのか聞かれて、ね。で、自分で持ち帰って食べますって言ったら、じゃあ200円って言われて。ね。怖。じゃあ200円の意味ちょっとわからんくない？何？あそ。ここに行かない人は買えないのよ的なことを言われるのかと思って、うん、じゃあ200円ってちょっとで詰めればよかったな、ね、じゃあってどういうことですかっつって、でもあんまり入ったことない雰囲気の店やったな、なんていうの、いやなんか圧すごかった、すごかったな、よいしょー、
感じ久々どうでしょう音が悪い何じゃありゃそうねすげえ音悪いやビビる俺もびっくりした今編集してる30年前ぐらいのなんかこうやってポチって押してラジカセで録音するぐらいのクオリティでそうね結構高知町の周りもちょっと面白いとこあったんだけど環境ちょっと厳しいかなと思いますねそうねそしてそもそも高知町移したらあかんのそうね知らなかったそうねあんまネタにしちゃダメなことだったはい、で、今ミミカンはどこにあるっていうか撃っちゃった